名称って誰が一番天才なの？よいしょー。トノセとモッチです。この世には天才という人種がいます。はい。まあ少なくとも自分の個性の中に一つは天才と言われる能力が人間には一つあると言われています。才能ですか？はい、そうです。で、まあ勉強ができるっていう天秀才っていうんです。おお。まあ、天才と秀才は違うわけです。なんか急に態度違うな。天才？そういう天才？天才？まあということで天才っていうのはいわゆる頭の回転が速い人と世の中では言われています。なるほど。まあ、IQ っていうので表されますね。あ、まあ、偏差値と IQ は違うんですよ。知能指数ね。そうです。まあつまりこの中で IQ どれだけ高い、あ、もしくは特別な発想ができる、お、頭の柔らかい天才は誰だということで、なるほどね、3人の中で一番を決めていきたいと思います。はい。まあ今回は僕が3つ、はい、天才と言われる能力を試すものを持ってきたので、はい、3つテストしていきたいと思います。はい、はい、というわけで今回は名称1番の天才を決めていきたいと思います。やっていきましょう。はい。第1問。はい。ボールペンと消しゴムの値段は合わせて110円。はい。ボールペンは消しゴムより100円高い。では消しゴムの値段はいくらでしょう。え、いいっすか、分かっちゃうよ。まあ1問目なんでね。え、これできたら天才に近づく？あ、ごめんごめん。それ不天才だよ。まだ IQ は高いね。この問題正解したら5ポイント差し上げます。いいですか？はい。じゃあ答え、もっちくんから。僕ね、英語とかいろいろ考えたんですよ。なんかそういう引っ掛け問題かなと思って、はいはい、結局何も出なくて相場の50円ぐらいっていう。何言ってんの？うっすしか持てない。うっす。相場50円って何？何言ってんの？ガチの相場ね。世の中の相場ね。天才がいるわ。分かんなすぎて相場50円売ろうとしてる。じゃあ次ハルキ、俺でいいですか？僕の回答は0円です。おお、なんだかって言いますと、まあ合計110円って書いてあったんですけど、うん、あれ消費税込みなんですよ。おお、なるほど。ボールペンが100円で、合計はその証券も入ってるんだ、いろいろ110円で、消しゴムは0円です。なるほど。うわ、じゃあ次のせくん。はい。5円です。おお、5円とか使ったの。うん、これ連立方程式解くと、これまずボールペンと消しゴムが110円で、うん、x イコール y プラス100だったんで、これを移動させて連立方程式を解くと y イコール5だった。で、ちなみにこれ5円だった場合、100円高いのは105円なんで、合わせたら110円です。おー、のせくん正解。ありがとうございます。おー、いや、素晴らしいと思います。ありがとうございます。すごい。まあ、一応説明しとくと、まあ、仮にこれ大体多い回答が10円なんですよ。まあ普通に考えると。そうだね。でもそうすると2つを合計すると120円になってしまう。まあ、そういうことで100円高いということで、105円、100円高い、5円の100円高い。ちょっと次行きましょう。第2問。はい。ジュースの空き缶5本集めると新品のジュース1本と交換してもらえます。今あなたは新品のジュースを200本持っています。さてあなたは何本ジュースを飲めるでしょう。やめてもう。うわー、わかんないよ。どういうことだ。はい、こちら制限時間2分きっかりいきます。えー、マジかよ。じゃあ発表を。どちから240本。おー、いや、もうなんか普通じゃない、多分これが一番普通だと思って。あー、でもなんかひねりが分かんなかった。あー、はい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 。じゃあ次、ハルキ249。もう、なんだ9。はいはい。いや、普通に、ね、え、のせ一緒。ちなみに一緒です。僕も249本。お、なんだ9。200本飲むじゃん、うん、で40本もらえるじゃん、うん、40本飲んだら、あー、バカ、8本もらえて。うわ、何してんだ、何してんだ。8本飲んだら1本もらえる。何してんだ。そうじゃん。うわ、僕も全く一緒です。何してんだ、そうじゃん。正解は249本。やったー、素晴らしい。ありがとうございます。5ポイント、5ポイント。バカ、今10ポイント。うん、 IQ10 今。やばい、天才じゃん。天才だ、俺 IQ0 だもん今。それ植物レクス。天才じゃん。
第3問。はい。これは犯人を当てる問題です。はい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 。冷蔵庫のプリンが誰かに食べられてしまった。こういう系か。幼女 A は犯人は B ですと発言した。はい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 。幼女 B、C もある発言をしました。犯人は A、B、C のうち誰か一人。犯人だけが発言で本当のことを言ったということが分かりました。犯人は誰？よし、じゃあ答え合わせいきます。はい、ハレから行こう。犯人だと思うのは、はい、B ちゃんです。おお、理由は？理由なんですけど、いろいろ考えたんですよ。はい、でまず俺の中で A はなくなったんですね。うん、なくなったんですけど、はい、でもなくなってないんですよ本当は。なんでか、なんでかっていうと、なんでかっていうと、はい、その、犯人だけが発言で本当のことを言っているってみたいな、ことを書いてある、まあ、なんでもないです、B です。B ね。なるほど。じゃあ次、もちくん。あー、この僕も B なんですけど、うん、今なんか見た感じ、お野菜も B です。はい、そうなっちゃうんだよね。ちょっとお野菜わかんない。じゃあ、のせくん。はい。C です。なんで？いや、なんでかっていうと、犯人だけが発言で本当のことを言っていた、うんうん、というなぜかこの C さんは犯人を知っているかのような発言をしてるんですね。で、A、B は犯人はわからないけど、まあ、A が仮に嘘だとしたら C がなぜ犯人を知っているんだということになります。答え合わせいきます。はい。正解は C です。あざっす。あの、せの考え方合ってて、うわ、まあ、この問題文の条件から、うーん、もやっとしたと。もやっとボール。まあ、のせ正解なんで、でまあ、いいと思います。その導き方が一番好きですよね。確かに、天才は、そのもやっとするとしても、この問題を出してる人が求めてる答えを導き出せる能力を持ってるのが天才だと思う。それは天才。いいね、天才。第4問。はい。右の円の中に三角形はいくつあるでしょう。1分以内。出た、こういう系ね。もう1分きっかりで出してもらったら、マジで難しいんだよ。何かしら書いてください。これなんかな、やっぱんだよな。3 40、2 1 ま、数え切れなかったわ。数え切れない。せーので、いいです、せーので、あ、まあいいよ、せーので出してもらいます。はい、じゃあいきます。せーの、ゼロ個。え、そうなん？正解、ゼロ個です。あらー、そうなん。まあ、右の円の中なんで、まあこれはいくつあるの丸の中にある三角形を数えてもらったわけです。そっちは左です。もちくん、素晴らしい。じゃないですよ。天才かよ。素晴らしい。やば。待って、のせ全問正解。そり、素晴らしい。今20ポイント15だっけ。10ポイントが、10ポイントで0、0ポイント。でも本当にちょっと、おー、すごいな。これ大問1でしょ。うん、じゃあ次、第2テーマいきましょう。はい、はい、第2テーマ、え、こちら、レゴ。レゴ、すごい。レゴです。え、まあ、第2テーマはレゴで作品を作ってもらいます。何それ。まあ、天才はどんな才能にも優れていなきゃいけないわけですよ。はい、ということで今回は僕がテーマを出すので、はい、そのテーマに沿った、お題で作品を作ってもらいたいと思います。はい、はい、これ剥がしていいんですか。はい、よ。まず、レゴとか懐かしい。いや、どうした。こんな、じゃあ、なんか愛し悪感じで、嫌な思い出あった。お前じゃないけど、レゴでハブられたみたいな。ないけど。レゴ食べてた？食べてねえ。テーマ、人類の始まり。それは天才ぶった凡人のテーマだよ。人類の始まりを作品にしてください。レゴね、なんかあったでしょ前。それな。どうしたの？なんかあった？なんもないけど、レゴなんかあんまやった記憶ないんだよね。寂しい。ごめん。いや、いいんだよ。何ごめんって。なんか盛り上がっちゃった。ごめん。それな、なんかごめんね。レゴ懐かしいとか言ってる中でレゴやったことないんだよね。うるせえ。急に厳しいよ。
からこれ持ってる確かにね。それ持ってる。なんでもないこと。持ってる。なんで聞いてさ、持ってるのないな、持ったことすんの。違う。いじめっ子の考え方じゃない。できましたか。はい、できました。よし、じゃあもちくんから。はい、まあ僕のね、なんだっけ、はい、人類の始まりだっけ、やっぱり幼少期に見た動物園とかそういう時の気持ち、はい、が、まあ気持ちとしてはまあそこが僕的にはまあ人類の始まりというか、はい、始まりだと思ったんで、はい、こいつの始まりだよね、人類こいつの始まりを表した僕は作品です。はい、はい、いいじゃないですか。どうも。どうも。じゃあ次、のせくん。はい。はい、こちらです。何これ。すごっ。こちらね、あの、ドナルド・ダクドナルド？なんドナルド・ダクドナルド。ドナルドではございません。あ、ない、じゃない。まあ、人類の起源ということでですね、まあ、大体ね、猿がこう進化していってとかなんかあるじゃないですか。で、僕は、あんまりダーウィンの進化論を信じていなくてですね、宇宙人が、この地球という星にやってきて、自分たちの子孫を繁栄するために、人類を作り出したっていう説を、はい、まあ、自分的には推していて、深っ。まあ、その宇宙人の、まあ、顔ですね。要は、人類を作った起源。アヌンナキってこと？アヌンナキです。うわ、という作品でございます。アヌンナキをイメージしました。答えがあるき、いいですか。はい、はい、作品こちらですね。おお、なんだこりゃ。こちらです。おい、まあ、説明しますと、はい、まずこれ、まあ、人類の始まると言われているアダムとイブは園にいましたよね。まあそうだね。確かに。そこに生えている毒リンゴを食べましたよね。はいはいはい、これリンゴの木です。おー、リンゴがある。リンゴがあるもんな、はい、既存のリンゴの木です。強い。で、この花が生えてることでなんかそういうね、始まりの感じがね。で、これですよ。何ですかこれ。これ全ての人類の始まりはこれから始まってます。これ何ですか。名前はありません。え、そういうもんです、始まりっていうのは。まあ、無であり、有であるみたいな。おー、ゼロであり、100である。じゃあ、公表の時間ということで。はい、説明し忘れたんですけど、1位に10ポイント、2位に5ポイント、3位に0ポイント差し上げます。じゃあ1位から第1位。はい、アダムとイブ。おー、まあそりゃそうですよ。まあ突筆的に飛び出してますね、これやっぱり。まあアートの才能というか頭痛が痛いみたいな。突筆的に。確かにアートですね、これは。まあ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 。第2位。はい、はい、モチ。おお、まあ、これだけ見たらなんだこれって思うんだけど、まあ、その自分の中の始まり的な。深いね。確かにね、そこの着目点はないよな。で、ドナルド・ダクドナルドが3位という。違います。ドナルド、アヌンナキです。これはね、分かってる人じゃないと多分ね、共感しえないんだろうな。え、これ似て、めっちゃ似てる。再現度高いけど。全然、あ、全然高い。